キングプリンス東京ドーム公演ミリオン達成夢を実現した最強グループ偉大な歴史は決して消えないご視聴ありがとうございました素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたしますありがとうございます人気グループキングプリンスの岸ユータさん平野紫耀さん神宮寺勇太さんの3人が5月22日 グループから脱退。長瀬恋さん、高橋海人さん、岩橋元気さんとの6人で2018年5月23日にデビューしたグループの歴史をたどる。2015年6月、平野さん、長瀬さん、高橋さんからなる、ミスター、キングと、岩橋さん、神宮寺さん、岸さんからなる、ミスター、プリンスの2つからなる新ユニット、ミスター、キング VS ミスター、プリンス、ミスターキング、 v s ミスタープリンスを結成。2018年、グループ名を、キングプリンスに改め、シンデレラガールでデビューを果たした。しかし、岩橋さんが体調不良のため、2021年3月31日にグループを脱退、ジャニーズ事務所も退所した。それでも5人は精力的に活動を行い、デビューした18年に NHK の紅白歌合戦に初出場。以後、 2022年まで5年連続で出場を果たした。2021年に放送された日本テレビ系のチャリティ番組、24時間テレビ44、ではメインパーソナリティを務め、翌年には、初の冠番組、キングプリンスル、キンプル、日本テレビ関東ローカルがレギュラー番組としてスタート。時には体を張った無茶ぶりで、お茶の間を沸かせた。ライブ活動も積極的に行い、 デビューからの夢と語っていた東京ドーム公演を2022年に開催。その後も全国アリーナツアーを実施するなど、ファンに笑顔を届け続けた。2018年に行われたデビューイベントでは、リーダーのキシさんが、一つはミリオンヒット。もう一つは、東京ドーム。この二つは夢です。と力強く宣言していた。デビューシングル、シンデレラガールは、発売から約5年の時を経て、 ミリオンセールスを達成。シングル、月読み、彩り、Life Goes On スラッシュ・イィー・ヤング、ベストアルバム、Mr.5 もミリオンを記録した。ソロでの活躍もすごい。キング、プリンス、メンバーの出演作は平野さんは、映画、かぐや様は小らせたい天才たちの恋愛造船、シリーズでの主演のほか、連続ドラマ、クロサギ、TBSK など多くの作品に出演。 ラブコメからクールな役まで幅広くこなした。一方で、天然でチャーミングな発言も多く、癒しのような存在でもあった。長瀬さんは、映画、弱虫ペダル、2020年で主演を務め、第44回日本アカデミー賞の新人俳優賞を受賞。2021年上半期の NHK 連続テレビ小説、朝ドラ、おかえりモネでは、繊細な演技が話題を集めた。日曜劇場、 ラストマン全盲の捜査官、TBSK でもメインキャラクターを務めるなど、俳優としてさらに飛躍していくだろう。高橋さんは、連続ドラマ、ドラゴン桜、TBSK で東京大を目指す生徒役、ドラマ、だが、情熱はある、レハ赤林正康役を公演。映画、ドクター古刀診療所、2022年にも出演するなど、役者としても着実にステップアップを果たしている。神宮寺さんは、 主演を務めた連続ドラマ、受付の女王、日本テレビ系で、主人公の、ジョーコトジョータクミを怪しく演じた。ファンの間では、国民的彼氏として親しまれ、メンタルもパフォーマンスも常に安定していると、メンバーからも信頼される頼りになるしっかり者だ。キッシさんは、連続ドラマ、スキスキワンワン。日本テレビ系や映画、G メン。8月25日公開で主演を務めるなど、演技の場でも活躍。 鉄腕、ダッシュ、日本テレビ系、VS 魂、グラデーション、富士テレビ系などバラエティ番組でも多彩な顔を見せている。岩橋さんはグループを脱退後、ソロアーティストとして活動を再開。2023年3月、米国の事務所、360とエージェント契約を締結し、国内外での活躍に期待がかかる。夢を実現し、ソロでの活躍も光るメンバーが揃った最強のグループ。 キングプリンス。今後は別々の道を歩むことになるが、新しい場所で各々の夢を再び叶えてくれるだろう。彼らが作ってきた偉大な歴史は決して消えることなくファンの中で輝き続ける。平野耀さんプロフィール、1997年1月29日生まれ、愛知県出身。圧倒的なセンスのダンススキルや歌声を持つ一方、チャーミングな発言とのギャップで多くのファンを魅了する。 ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャネル